落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。ここはもうストライクは全部打っていかない。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、勝ち越しのランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ勝ち越しました。2対1になりました。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いやー見事なタイムリーでしたね。しかし試合はまだ中盤、勝利を引き寄せるためには追加点まで行きたいところ。さあそして打席には亀井が入っています。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。中へ決まって、これはストライク、すぐに追い込みました。打ち上げています。掴んで2アウト、2アウトランナー2塁1塁と変わっています。バッターボックスには代打の大城。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。6回終了2対1、ジャイアンツが1点リードとなりました。ゲームは7回の表です。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは5番大山。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね、今日はタイミングが合ってますよね。そうですね、ジャイアンツ1点リードで迎える7回です。2球目は何で来るか、入れてきました。あっという間に2ストライクです。さあ3球目は何か、ライト方向を流しました。この当たりはどうか、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。ここはうまく流されてしまいました。さあここでタイガースダイソーを送ります。セカンドランナーは上田、ヒットでランナーが帰れば同点です。さあそしてバッターボックスには木浪が入ります。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。送ってくるでしょうか、バントの構えを見せました。送りバントだ、三塁方向、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁。まずは動きはないですね。そうですね、西さん、ここはスクイズは考えられるでしょうか。そうですね、その可能性もありますね。なるほど、さあどう来るか。ここは前進守備ですね、まあ、いやレフトに持っていった、取ってアウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。いい形でアウトが取れましたね。さあまず1球目、初球ボール、
め打った。ショート取った。一塁へ。一塁アウト。これでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、ジャイアンツが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏、タイガースに選手の交代がありました。ただいまの回代走の上田、そのまま赤星さん、追加点が欲しいイニングではありますよね。そうですね、相手のことを考えればこの得点差は安全圏じゃないですからね。そうですよね、追加点取れるんでしょうか。初球ボール、ストライクです。この球は外れています。落ちる球を持ってきました。打ちました。取りました。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の楊大寛。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。これが1球目。引っ張った打球はレフトへ。ここは打ち上げています。中谷が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター吉川、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。ファウルになります。これが2球目。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。吉川ヒットが出ます。2アウトランナー1塁。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。2番バッター坂本、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ランナー走りませんね。打球はライトへ。ここはフライになっています。糸井が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。7回終わって2対1、1点リードはジャイアンツです。これから8回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。中川が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから8回、この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の原口。ジャイアンツ1点リードで迎える8回です。インサイド落ちました。これはどうか。レフトが取りました。ワンアウトです。
打順はトップに帰って糸井。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーなしです。低めの変化球です。次が3球目、低めに外れてボール。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここもファールです。引っ張った、ヒットになった。糸井、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。さあこの終盤、一塁には同点のランナーです。バッターは近本。ここはエンドランも想定しておきたいですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。アウトコース、ボール。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。まあエンドランを仕掛けるならこの辺りのカウントではありますね。なるほど、そうですか。外の球打った、ボテボテの内野ゴロ、ピッチャー取った、二塁フォースアウト。ランナーは変わらず一塁です。バッターは守備交代から起用されている中谷。ゲッツー崩れでランナー残りました。これが初球、アウトコース見送っています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、アウト、盗塁失敗。これでスリーアウト。ここは二塁への進塁を許しません。いや、これは見事な送球でしたね。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2対1、ジャイアンツが1点差を守っています。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。島本がマウンド上に上がっています。丸がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ジャイアンツ1点リードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。もちろんそうですよね。この辺りでの1点は重くのしかかってきますからね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんよね。空振りになります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど、そうですか。アウトコース外れます。スリーボールツーストライクです。
打ちました。これはどうか、アウト、ワンアウト。バッターボックス岡本、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる、センターが取りました。ツーアウトです。ピッチャーに打順が回って8回から登板の中川がそのままバッターボックスに入ります。わずかのリードですから代打を出して攻めていくべきですけどね。そうですね。初球ストライクを取りました。ちょっと手が出ないですよね。はい、低めのストレート。